源の義国は平安時代後期の川内源氏の武将。源の義家の四男。新田、足利領師の祖にあたる。足利高氏と新田義貞は雲孫にあたる。また、信濃源氏の祖で、父、義家のおじでもある。源の頼末は彼の王子にあたり、来期の子で信濃井上氏の祖でもある。井上光実はいとこにあたる。 源頼信よ,より近義家と伝領した石関家領大上の国八万層を相続した。長兄義宗が創生し、次兄義近が西国で反乱を起こすと、三兄の義忠と共に、次期、源氏の統領としての期待を受けた。しかし、乱暴老籍を行ったことや、時代の崇勢に合わないと義家に判断されて、後継者から外されていった。 おじ義満との交争には敗れ、日立国は、重視でもある佐竹氏の初代当主である、佐竹正義に譲ることになったが、足利層を成立させるなど、下野国に着実に勢力を築いていった。晩年にも、直感を被るなど、気性の荒さは改まらず、荒川入道と言われた。吉国の青年、没年は、諸説があって定かではない。通説では、漢字5年生まれ、 二平四年式、九十二年六月二十六日に死去となっている。他の青年説は以下の通り。松江には、新田市、足利市、及びその支流にあたる山梨、里見市、桃井市、関東市、木良市、今川市、細川市、畠山市、芝市、一色市、良田市、戸崎市、岩松市、最上市などがある。ありがとうございます。